皆さんこんにちは。今回で3週目、三段銃枠ですね。ああ、今回はローデシア設計、南アフリカ製三段銃、ストライカーを紹介する。MW やバイオ4でのイメージが強い三段銃ですね。今回の紹介はリクエストではないが、日々募集している。何かありましたら、ぜひコメントください。では早速始める。このストライカーは1980年代初頭にローデシア出身のヒルトン・ウォーカー氏が設計した。しかし背景としてこの当時のローデシアはアフリカながら白人支配が強く、アパルトヘイト政策も行っていた。そのため1961年からソ連の支援を受けた黒人が結成したジンバブエアフリカ人民同盟、1963年に中国から支援を受けたジンバブエアフリカ民族同盟が現れ、ゲリラ戦を展開した。これに対して白人側もローデシア戦線を結成。傭兵や他の国からの援助もあってローデシア紛争へと突入した。その後この紛争は互いの和解により終結したものの、白人政権の一方的な独立宣言などごたごたがあり、現在はジンバブエとして国家が成立している。設計した1980年代初頭はちょうどごたごたしていたんですね。このごたごたが影響したのかウォーカー氏は南アフリカへと移住し、設計をもとに製品を完成させた。そして早速この銃器に南アフリカが注目し、現地の陸軍と警察で採用されたようだ。早速売れたんですね。設計に入る。まずは比較だ。まずは全長。カッコの中は折りたたみ字の全長となっている。ストライカーは短い方なんですね。そうだな。展開時ではジャックハンマーより長くなるが、折りたたみ字はジャックハンマーより短くなる。そういえばジャックハンマーは比較に出さないんですね。失敗作だったからな。次は重量。意外と重めだ。この中で一番重いんですね。ちなみに装填していない重量でも 4.2 キロくらいなようなので、どっちにしろ重い部類に分類されると思う。次は装弾数。ストライカーは巨大な回転式弾倉により大幅に装弾数を確保している。ジャックハンマーでも10発ですから多いですよね。まあ、軍工執行向けの範疇ではストライカーは最多の部類かもしれない。現在はフルオートショットガンやダブルチューブが登場していますから、また変わった比較になりそうですね。最後は作動方式。ストライカーはシリンダーを回転させるのに拳銃のようなダブルアクションを用いている。この銃器の最大の特徴はドラム型のロータリーシリンダーで、コンパクトながら12発もの装弾数を持つ。そして前述通りダブルアクションで作動させるため、ガスや反動などを用いず、スラグやバードショットなど強弱関係なく発砲できる利点がある。リボルバーのように引き金を引きながらシリンダーを回転、そして激鉄も起こされ、思いっきり振り下ろされる。ちなみに薬室はそのままシリンダー内となる。トリガーの引き代が重そうですよね。まあ、このままダブルアクションだけでは確実にトリガーに大きな力が必要になるため、ストライカーではドラム内に手動巻き上げ式のゼンマイを内蔵した。これによりゼンマイが補助することでセミオートに近い連射速度を実現できる。まあ、これにより問題が発生してしまったんだが、問題？まずはリロードの度にこのゼンマイを2回転強ほど巻かないといけなくなり、リロードに時間がかかるようになった。しょうがないですよね。そしてシリンダーの回転時点で時弾を飛ばして、さらに次の弾薬へ飛ぶという不具合も発生してしまったらしい。え？さらに根本的に DA とゼンマイ式の組み合わせは遅い連射速度になってしまうことも判明してしまったようだ。うまくいかなかったんですか。注意としてこの連射速度に関してはあくまで他の半自動オートとの比較した結果の話だと思うため、実際の動画を見れば普通にある程度の連射で発砲できることが確認できる。弾倉に関してはジャックハンマーと違い固定式で、ゼンマイの取っ手を2回転強した後取っ手を回せばシリンダーが回転するため、これを回しながら装填穴から装填する。装填が終われば装填穴を閉じ、安全装置を解除、発砲する感じだ。独特な装填方法ですよね。で、この銃器は通常リボルバーのように自動で廃業してくれない。そしてリボルバーのようにシリンダーだけをずらすこともできないため、シングルアクションアーミーのように一発ずつ装填口まで回し、抽出棒を使って排出していく。この横についてる取っ手を引っ張ることで棒が薬莢と接触するんですね。そしてストライカーには上面折りたたみ式の銃床がある。この銃床はスパスのように鋭いエッジなようで解説者の動画では不満だったようだ。まとめとしてこの三段銃はコンパクトで装弾数12発という驚異の装弾数を実現した銃器だったが、不具合や、不便な装填方法がネックになるという良いとも悪いとも言えず、微妙な銃器だったようだ。なんかスパス12と同じ禁止感を感じますね。まあ、このストライカー自体はこんな感じだったが、ウォーカー氏は1989年にストライカーの改良にあたるプロテクタを開発している。この銃器では弾倉内のゼンマイを廃止し、ダブルアクションのみの回転に変更。自動廃墟機能を追加している。改良されたんですね。まあ、逆にトリガーにそのままシリンダー回転に必要な力がかかると思われるため、前よりは連射しにくいとは思う。この三段銃はアメリカの会社でもライセンス生産されている。
主な製品はコブライ社のストレートスイーパー、センチネル社のストライカー12などがある。これらの三段銃の仕様は会社によって様々で、手動ゼンマイやトリガー操作のみだけではなく、フォアグリップをバレルジャケットごと30度ひねることで弾倉を1発分回転させることができるモデルも存在する。ちなみに廃墟のタイミングも発砲時と回転時の2パターンが存在する。オリジナルとは変わった仕様となっているんですね。さらに2014年にはペンアームズ社が製造権を取得。大型のコンペンセーターを備えるなど一部改良したモデルも販売しているようだ。現在まで生産されているんですね。まあこのような散弾銃だが、実はアメリカでは法的に所持が難しい破壊装置に分類されている銃器だ。つまり1994年の AWD あたりから規制対象となっており、現在では AWD の執行により所持はできるものの、所持には巨額な税金と書類が必要になる感じだ。最後にバリエーションを一回り紹介して終わる。まずは初期モデルにあたるアームセル社製のストライカー。この銃器は前述通りゼンマイを巻く必要があり、不要もあった。次はアームセル社製のプロテクタ。ストライカーの改良型で、ドラムマガジンの巻き上げの廃止。DA のみとなりトリガープルが重くなった。そして自動廃墟を追加している。次にアームセル社のプロテクタブルドッグ。重傷を除いた短縮型で、主に建物への突入やドライブバイでの運用を目的に開発された。ブルドッグという名称ですが、ブルパップではないんですね。次は AK を生産している会社でもあるセンチネルアームズ社のストライカー12。正規ライセンスにより生産していた米国市場モデルで独自改良を施している。7インチと18インチバレル仕様が存在する。次はモデル119の製造でおなじみコブライ社が製造するストレートスイーパー。ローエンドクローンコピー品でこの銃器にも18インチバレルが存在する。そしてペンアームズが製造する銃器もこのコブライ社のベースにしている。ちなみに18インチバレル仕様が両社にあるのは銃規制のためであったが、そもそもこのストライカー自体がスポーツ向けではなく、破壊装置に分類されてしまったため、このバレル仕様にする理由はなくなってしまったらしい。スパス12は一時期スポーツ用途向けでしたが、ストライカーに関しては完全に破壊装置判定なんですね。最後は同じコブライ社が製造したレディースホームコンパニオンだ。重傷を外し、短縮症候経過。4等版と4570ガバメント仕様の2種が存在した。重量が 3.63kg と357マグナム仕様のデザートイーグル2丁分くらいで、非常に売れ行きが悪く、これまで製造された拳銃の中でも最も馬鹿げた拳銃の一つと酷評されている。最後にとんでもないのが現れましたね。現在の値段はストライカー12が推定1499ドルと言われている。採用国としてはイスラエル国防軍、南アフリカ陸軍、そしてコソボ解放軍が運用したと言われているが、現在はわからない。ただ、アメリカの方ではペンアームズのストライカーをロボットに搭載したり、一部の警察特殊部隊が未だに運用しているみたいだ。え、そうなんですか？ロボットに取り付けている画像があり、そしてペンアームズが2014年からわざわざライセンスを取得して生産開始した背景があるわけだから、もしかしたらコンパクトと多大な装弾数、そして弾薬選択の広さから需要があるのかもしれない。そしてこの銃器はこの奇抜な見た目からメディアへの出演は明るい。個人的にはバイオハザード4のイメージが強いな。最後にまとめだ。ローデシアで設計され、南アフリカにて登場したストライカー。多大な装弾数とコンパクトさを持つ独特な散弾銃でしたが、初期設計はリロードに時間がかかったり不良が生じてしまう代物でした。その後3カ国で採用されたものの、改良の余地ありと考えた設計者が新たにプロテクタを設計。アメリカでも現地改良が施され、規制はあるものの、現在まで生産され続ける銃器となりました。ご視聴ありがとうございます。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。また見てくれよな。